ガティブワードをポジティブワードに変換するスプレッドシート関数を作りました。こちらの短縮 URL を開くか、動画の詳細欄のコピーリンクをクリック、テンプレートを使用をクリック、 API キーはこちらで取得を開いて、 API キー取得の動画を確認して API キーを取得してください。 API キーを取得したら拡張機能をクリック、 Apps スクリプトをクリック、左サイドバーのプロジェクトの設定をクリック、下にスクロールしてスクリプトプロパティを追加をクリック、プロパティに API キーと入力、値にコピーした API キーを貼り付けてスクリプトプロパティを保存をクリック、スプレッドシートに戻りシート1をクリック、ネガティブワードを書き換えてみましょう。うるさいという言葉が活気があるに言い換えられました。この機能は AI ポジティブという関数として提供されているので、関数の数式をコピーして使用することもできます。超絶簡単です。